久保さん、今回箸の持ち方にしましょうか。箸の持ち方。よく子供の頃はね、そんな箸の持ち方じゃどのこうのって、なんかこう、教わる傾向が非常に高いんじゃないかなと思うんですよ。まあ、久保さんのと、あのー、山戸くんに対して、まあ、山戸くん箸、まだですかね。なんかよくあるじゃないですか。箸の持ち方、ああだこうだっていう。多分 YouTube でもこれ、検索してないんですけど、箸の持ち方を整える YouTube。 多分結構あるんじゃないですか。箸の持ち方。あ、直し方ありますね。100万回、正しいお箸の持ち方。7年前にアップロードされてるやつが106万回、100万回回してますねお。お箸の正しい持ち方、基本動作28万回。はい、やっぱありますね、うん。これいいじゃないですか。ちょっと正しいお箸,お箸の持ち方、100万回回回してるんで、この、これ、パクロ。 じゃあこれ箸の持ち方が間違ってたとしても別にフォークでよくないですか別にもはやもはやね、うん、目的は何なのかって話で目的で見るとね飯が食えればいいじゃないですか、うん、別に箸だろうがフォークだろうがスプーンだろうが食えればいいですよね っていう見方をするならば別に何でもいいってなるけれども一般的に相対的にみんながこうやってるからこうやると恥ずかしいよっていうものの捉え方だったらこれが正解だからこういうふうにやらないといけないみたいなのあると思うんですけど結局どこで見るかなんで <laughs> 食えればよくないっていう見方で見れば別に何でもいいんですよ。うん、だけどまあ一般社会に出るとねみんなと外れ者は まあ何その発信の持ち方は汚いっつっていじめに遭う可能性もあるのでまあそういうリスクを回避するためにまあみんなと一緒っていうのがまあまあ当たり前なんだけどもじゃあみんなと一緒で本当にいいんですかみんなと一緒の手取り14万の給料でいいんですかっていう話をするといやもっと欲しいですって言いますよね月収100万欲しいですかってそれはあった方がいいですって言いますよねじゃあみんなと一緒じゃないじゃないですかどうすか みんなと一緒。ハローワークに月収100万の求人出てますかみんなと一緒だったら、あれですよ。手取り10何万とかですよ。20万とか。でもそこは否定するみたいなね。結局何が正解なんでしょうね <laughs>。ああ言えばみんなと一緒。こう言えばみんなと一緒じゃない。嫌方が嫌だみたいなね。どっちやねんっていうね。まあどっちでもいいんですけど。うん。まあ僕はね、正しい。 箸の持ち方を僕の定義づけ再定義するならば、うん、なんだろうな、うん、正しい箸の持ち方ではなく、なぜ、なぜその持ち方は悪いのか、なぜその箸の持ち方は悪いのかを考えさせるってことですね。 そして自分で答えを出させるってことです、ね、うん。まあ、これは難しいですけどね。なぜその箸の持ち方は悪いのかを考えさせるっていう。これが正しいよではなく、じゃあなんでそれが悪いと思うっていう話ですね。もしそれを考えられる子供がいるとするならば、なかなかファンキーですね。まあ、なかなか考えられないとは思いますけど。うん。もしくは、なぜその箸の持ち方が 正しいと定義付けられたのかそののかかそ歴史はどこにあるのか例えばもっと歴史をたどるならばあのインドの人とか手で食ったり未だにすると思うまあ今は分かんないですけども文化を変えるとね手で食うっていう文化もあるわけじゃないですか逆に手で食った方がいいっていう文化もあるしねじゃあなんで日本だとそうで外国行くと箸使わないのっていう話で。 じゃあ日本人もね歴史をたどるとじゃあ箸いつから使い始めたのって話でじゃあ日本人も前なんだあの江戸時代よりもっともっとしたいってなんかわかんないですけどあのひひ暇なんとかなんとか人アルマニゲン日本人かわかんないですけど箸ないですよねそもそも <laughs> どうっすか何が正しいんでしょうねうんこれはよく言うんですけども 昔人を殺すことが正しかったわけですよね。戦争やってましたんで、日本もね。広島原発、広島と長崎原発落とされましたけども、敵人を倒す、人を殺すことが正義、正しいっていう風うかだったわけじゃないですか。じゃあそれは果たして正しいことなのか。でも戦争の時代では正しかったかもしれないですね。まあ警察にも捕まらないですよね。もはや英雄ですよね、人を殺せば。敵人のアメリカ人をたくさん殺せば、英雄じゃないですか。よくやった 人をよくいっぱい殺してよくやったっていうね。なんか物の見方を変えると、それはいいことなのかっていう <laughs>。いや、ほんとね、これ、キリがないですね。かどの覚悟で考えるかによってキリがないんですけども、でもそれを考えるってことが僕は大事だと思いますね。うん、答えがないことを考えるっていうことがあーテーマなんじゃないですか生き。生きていく上での。人生のテーマっていうのは、答えがないことを考える。 でも考えても答えが出ない。だけど考えるということが答えであると模索していくっていうのが答えだと思います。いってらっしゃい。